んの歌は2つなんですけども、はい、1つ目はね、お客様からリクエストがあった曲なんです、はい、でリクエストっていうのはね、もうこれもなんか考えもで、はい、あのなんか超一流のミュージシャンの人は、はい、リクエストがあっても、ああその曲いい曲ですよね、私も好きなんですっていう、そこでとどめるんです。歌わないやつ。あ、そうなんですね。やらないのが超一流ミュージシャン。私まだまだ青いですね。いやいや、もう別に私は違うから、お客リクエストやったらいいと思う。ああ、やるべきやと思って、はい、この曲はね、あのポップスというか J-POP のね、曲なんですけども、はいはい、沢田研二さんの、はい、勝手に仕上がれと、はい、ね、で沢田研二さんって有名ですね。お客さんがいっぱい入ってるのに、ちょっと少ないから言ってやめた人。あ、私桜で見に行ったことあります。見に行ったことはい、朝倉で、はい、フェスティバルホールの3階の後ろの方が空いてるからって言って動員されて行ったことがあります。沢田研二さん、キーワルするから、キーワルするから埋めてきました。で、そのリクエストで答えて勝手に仕上がる、今からやるんですけど、はい、うん、ちょっとね、はい、ムードを込めてやるんですけども、そのリクエストをした本人が今日いないんですよ。そうなんですよね。それでもやるのが青木みたいな。それでは、はい、別にふざけて困らせたわけじゃない。
くお願いします。